ートレス唐津無映画館シリーズでお送りしていますモーニングレース朝時唐津佐賀新聞社杯お盆特選。さあ、いよいよ明日の準優勝戦のメンバーを選出する戦いが始まります。ただいまから24名による準優新戦4個レースに分けて行います。まずは1つ目第9レース、1号艇古賀茂樹、2号艇山田浩二、3号艇武田美智明、4号艇小野優作、5号艇木下大輔、6号艇山口隆、以上の6名です。内から一二三456枠なりの待機です。人気の軸は1号艇の古賀茂樹、バランスが取れて中堅上位はあり、そして乗り心地がいいということで納得の様子。前半5レース3コースからの差しでここまで4連勝をマークしています。そして2号艇の山田浩二も古賀と同様前半勝って4連勝中です。上々の動きを見せる1番2番で、そして3コース3号艇の武富、デビュー初優勝からのいい影響がやはり今節見えています。引っ張って4号艇の小野優作、モーターは全くの普通で乗り心地はあるとのこと。そして5コース、こちらはいい足です、30号機、5号艇の木下大輔、6コース、6号艇の山口隆、調整替えはいいモーターです。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました第9レース、内側2艇がバッチリスタートを決め込んできました。さあ1周1マークに向かいます。まずは1号艇の古賀インから回る、2号艇の山田サス、3号艇の武田美まくり出して懐は5号艇の木下サシですが、先頭は1号艇の古賀茂樹、スタートは前提正常でした。しっかりと押し切って1号艇の古賀、2番手刺した2号艇の山田、3番手まくり出しの3号艇の武田美、1周2マークは1号艇の古賀トップで回る、続いて2号艇の山田浩二は2番手から先頭に攻めていきますか。1号艇の古賀茂樹なんとか先頭ですが、一定審査2号艇の山田浩二が狙っています。後方3番手は少し水がき、3号艇の武富、レースは2周目に入っています。さあ食い下がっていく2号艇の山田浩二が1号艇の懐を入れ込んできましての2周1マークは2号艇が先に回るも、1号艇ここでターンマークに接触しました。危ないシーンとなりました。先頭は今は2号艇の山田です。そして2番手に5号艇の木下、3番手は6号艇の山口隆となっています。なお1号艇の古賀茂樹ですが、残念ながら妨害失格、そして被害を受けました3号艇の武富が転覆失格です。レースはこれから最終周回です。先頭は2号艇、2号艇の山田浩二がトップです。続いて2番手ですが5号艇の木下、3番手は6号艇の山口隆です。最後のバック、2号艇、5号艇、6号艇、2、5、6の順で抜け出してきました。2番、5番、6番の上位の3艇です。この組み合わせ3連単のオッズは満州券で 360.1 倍を示しています。4番手が最高峰で4号艇の小野優作、最終コーナー2号艇、5号艇、6号艇と折り返し、第9レースまもなくゴール、先頭2番ゴールイン、5番ゴールイン、6番ゴールイン、4番ゴールイン、なお1番の古賀茂樹妨害失格、3番の武田